にちは。本日はネブライジングディフューザー1の使用時のコツやポイントをご紹介していきます。まずは使用前に準備するものをご紹介します。ディフューザー本体とアットアロマ社製のアロマオイル、付属のドロッパーオープナーになります。使用するオイルは必ず 100% 天然のアロマオイルかつアットアロマの 10ml オイルボトルをご使用ください。本体を水平で安定した場所にまず置きます。本体の上部は 30cm 以上開けるようにしてください。風の強い場所やカーテンのそばなどは本体が転倒したりオイルが布につく可能性があるので避けてください。おすすめの設置場所は換気扇周りや窓の近くではなく、テレビウォールの上や少し高さのある棚上に置いて風上に設置するのが香りを空間に満たすポイントになります。底面のオイルボトル押し出し部分を指で押し上げて、オイルボトルと噴霧ノズルを取り出します。アットアロマのアロマオイルのボトルキャップを外し、付属のドロッパーオープナーでボトルからドロッパーを取り出します。ドロッパーを外したらオイルボトルを噴霧ノズルに取り付けます。まっすぐ垂直に最後まで回転させて、こちらのボトルを取り付けたら、オイルボトルのついた噴霧ノズルを本体に差し込みます。本体背面の運転モードボタンを切り替えて押していただくと完結運転が始まります。ご使用中は本体を傾けたり、オイルが容器に入った状態での持ち運びはしないようにしてください。オイルが漏れたり機械の故障の原因となります。オイルの消費量は運転モードごとに異なります。毎日4時間各運転モードで使用した場合、 10ml オイルは LED1 つ点灯時で約1ヶ月弱、 LED2 つ点灯時で2週間程度、 LED3 つ点灯時で1週間程度を目安に消費します。消し忘れ防止のため、運転開始から約2時間後に自動的に運転が止まります。運転を再開する場合に関しては、改めて運転モード切り替えボタンを押して再びご使用ください。充電がなくなった場合、 LED ライトは3つ点滅し停止します。付属の充電用 USB ケーブルを本体の USB コネクターに接続します。USB ケーブルの USB プラグを USB ポートまたは市販の USB 電源アダプターに接続します。そしたらこちらの電源アダプターをコンセントに接続します。パソコンに接続する場合は、パソコンが完全に起動した状態で接続してください。充電中はライトが点滅し、充電完了後はライトが点灯します。充電時間の目安は約5時間です。点灯を確認したら USB ケーブルを抜いてご使用ください。充電が完了した状態で充電を継続したり、常に USB ケーブルを接続して使用しないでください。過充電は内蔵電池の寿命を短くする原因となります。充電のタイミングは充電が切れた場合、または充電が残っている場合や長期間使用しない場合も1ヶ月に1度を目安に充電してください。充電可能回数は約300回となります。充電池を搭載したディフューザーで、シーンや場所を気にすることなくお好きな空間で香りを楽しむことができます。2時間のオートオフタイマーで消し忘れによるオイルの使いすぎなども心配ありません。
10ml のオイルボトルをそのまま装着できるので、補充や交換の手間が少なく、手軽にエッセンシャルオイル本来の香りを楽しむことができます。比較的コンパクトなため、ポーチなどに入れて持ち運ぶことで外出先や職場でもご使用いただけます。噴霧ノズルの詰まり予防のために、月に一度あるいはオイルの種類を変えるときなど、ボトルを交換するタイミングで洗浄を行ってください。また長期間使用しない場合についても、洗浄を行ってから保管するようにしてください。準備するものはこちらになります。付属のオイルボトルにディフューザークリーナー、または無水のエタノールをオイルボトルの3分の1程度入れてください。そうしましたら噴霧ノズルに取り付けます。本体背面の押し出し部分を押してノズルを取り出します。噴霧ノズルをオイルから外し、先ほど入れた洗浄液のボトルに取り付けます。しっかりと閉めたら本体に洗浄液を取り付けます。噴霧ノズルを本体につけましたら、運転モード切り替えボタンを押して、強モードの LED が3つ点灯している状態で15分以上稼働させてください。洗浄中は噴霧口に布などを乗せて、クリーナーが拡散を抑えることをお勧めします。洗浄が終わりましたら、電源を切り、本体を噴霧ノズルを取り出します。こちらの洗浄に使用したクリーナーについては、ティッシュや布に染み込ませて使用されている地域の法律に従って廃棄してください。本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。落ちにくい汚れはディフューザークリーナーまたは市販のアルコールに浸した布で拭き取ってください。噴霧ノズルはオイルボトルがついていない状態で本体につけてしまうと、本体から噴霧ノズルが取り出せなくなります。万が一もしつけてしまった場合に関しては、本体底面の押し出し部分に細長いドライバーや竹串などを刺して押し出してください。内蔵電池の交換はできませんので、安全のため本体の分解は絶対しないでください。噴霧ノズルは税込み1540円で別売りもしています。先ほどご説明したお手入れ方法でも詰まりが取れない場合や、前の香りが取れずに気になる場合、噴霧ノズルにオイルの色がついて気になる場合は噴霧ノズルを交換してください。いかがでしたでしょうか。本日はネブライジングディフューザー1の使用時のコツやポイントをご紹介していきましたので、ぜひご自宅で参考にしてみてください。